本日9回目、今回は何やっていただけますか？今回は、頬筋という筋肉が発達しちゃって、顔が四角くなっている方が多いので、ちょっとシュッとしていきたいと思います。はい。頬筋という筋肉が発達しちゃって、顔が四角くなっている方が多いので、ちょっとシュッとしていきたいと思います。はい。ただもうこれだけでここスッキリしました。本当だ。舞ちゃんの日頃の粉がこっちで、今こっち回転する。はい。やらないと、どんどん硬くなって、どんどん四角くなって。やりましょう。うん。最初に抗菌っていう筋肉をしっかりとどこにあるかっていうのを確認した方がいいですね。ちなみに抗菌ってどこにあるんですか？はい、ここに出てくる筋肉なんですね。うん、ここからここ結構大きいんですよ。ちょっと顔を少し横に向けていただいて、さっきの筋肉を指3本ぐらいで縦にこういうふうにほぐしていくんです。おお、これは痛い。気持ちがいい、うん、痛気持ちいい。表面っていうより中ですね。中を、でこの耳のギリギリのとこまで来てください。もう多分抗菌にがっつり、そうです、抗菌を横から動かしてる感じですね。そうですね、かなり深いところにあるので、表面というよりは中、中をクリ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 とこう今度は手を重ねて下から上にグッと、これも3指で3指で抗菌捉えて、この胸骨のとこに少し引っ掛けるような感じで、うわ、すごい溜まってる、溜まってるよ。あー、いいじゃない、3、これ痛い。ここでツクッと圧かけるんです。どこ、この胸骨のとこに引っ掛かるぐらいの、こう抗菌 の、 あの最後の終着点みたいなところにグッとグッと、ここでグッと、で力抜いてさっきと同じように、ここで力抜いてで下から円を描いて、ここでグッと2、3、4、あ、僕の好きな分野これじゃない、これは5、6、これも結構力入れてます。あの下から上に上げるときにちょっと力入れてます。グッと、はい、うん、はい、いいですね、面白い。ほら、もうこれだけでここスッキリしました。本当だ、まいちゃんの日頃の粉がこっちで、うん、今こっち回転した、これは先生、やりすぎも良くない？そうですね、やりすぎも良くないし、硬い人って、やっぱちょっと痛いので、あのその圧の加減はちょっと調整した方がいいかもしれないですね。あ、まあ、これを6回ぐらいやってください。グッと、でもやらないとどんどん硬くなって、どんどん四角くなって、やりましょう、うん、最後行ったらば、ここから耳のところから直線でまた首に流してください。このように。よし、じゃあもう早速やろう。それではスタート。ちょっとこっち向いてもらっていいかな。はい、こっち向いて、ここ、これですね、間違いなくこれですね。はい、ぐっと、こういうの好き、先生、待ってた。うん、いいじゃない。で、こっからこうして、こうだ、こう下から上、こう、そう、それないよ。こう、あ、引っ掛ける、それだ。こら、こう、これ待っちゃう、好き、こう、こう、こう、力抜いて、こう、上がるときは力抜いて、こう、そうそうそう、ここだから、だからここを、こっからね、これはまいちゃんいいよ、これは気持ちいい、僕がこう、はい、で力、これ、からく、愛を、愛をちゃんと、からこだ、お、2、3、はい、チャツ、よいしょ、チャツ、よいしょ、これですね。雑とかじゃない、気持ちなわけ、いけたね、これもバッチリです。これ100点取れるかもしれない。じゃあ試験と、まずはね、ちょっとこっち側向いていただいて、そうそう。ちょっとおちょぼ口にしてもらっていい？あ、うん、おちょぼ口じゃないんですよ。え、吸うんです、吸った時に出てくる筋肉、そうそうそう、ここでね、爪の跡ついていく。はい、いくよ、吸って、もう一回、オッケー、ここだね、
ありがとうございました。どうですか、どうですか、今回ちょっと自信ありです。52点。おお、半分よりちょっといいよと。今までの中で一番いいんじゃないですか。うん、いい感じですよ。捉えられた時の場所はすごいあって、徐々に力入れてって言ってるとこなんか楽しくなってやっちゃうやっちゃうね。最後の流しがすごい雑なのが雑だね、はい、プロから見た採点お願いします。はい、60点。これがすごい、やっぱこれいいですよね。それ多分得意なんじゃないですか、うん、バイブレーション、バイブレーション。今日はいい点取れたかなと思います。はい、先生次回お悩み別はこれで終わりで、最後はあの整えるっていう手法をやってます。密着、密着が大事、密着ピタッとくっつくような感じで滑らかに入って滑らかに抜く、自分の心を落ち着かせて。そうですね、行ってみよう。密着してない感じがするけど大丈夫。結構強制集中、あ離れたくないんだけど離れないとっていうぐらいの